皆さん、こんにちは。マネルウルビジです。では、今回は、三国志14、曹操でのプレイの続きをやっていきたいと思います。ここまでずっとね、董卓軍との戦い、主に防衛一辺倒だったわけなんですけども、なんとかしのいで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 、しのいでいたところ、なんと、袁紹が、滅びた劉備一派を取り込んでですね、この陳留めがけて、先遣隊として関羽と張飛、合計1万8000を送り込んでくるというね、もうこれは終わってしまうんじゃないかという状況なんですが、とりあえず袁紹の方には、2回目の同盟交渉に向かわせています。1回目は前回最後、拒否されているので、2回目ですね、なんとか同盟をまとめてきてほしいなという思いですね。一旦、軍は、陳宮方面に引きましょう。曹操率いる主力1番。ですね。なんとか生き残りをかけて行きましょうか。ここはじゃあ商業を高めておきます。自衛に任せよう。心得た。では時間を進めましょう。いやー、関羽、張飛、1万8000が来たら確実に滅びるからな。よし。前回拒否された後、一度親善を行った後の袁紹との同盟交渉。まとまったね。OK だ。そしたら、このままだとちょっともう、自利品なので、これ見るとどうだろうな。董卓とまともにぶつかるのは難しそうなので、周りの、諸将たちとの外交状況を確認しておきましょうか。この救われた命、何としても生かしたい。外交画面を見ていきます。まあ親善でいいでしょう。対象勢力、同盟期間3ヶ月。そうか、同盟3ヶ月切れたらこの巨匠を取ってしまうというのはありだな。董卓が確実に巨匠を攻めて滅ぼすつもりでしょう。であれば、我々の方から3ヶ月だから、あと3ヶ月待って、そうだね、3ヶ月後に即座に進軍できるようにしよう。わかった。それがいいね。なんだ。じゃあ、この辺りに軍事拠点を作っておきましょうか。建設。やぐら。たやすいことだ。いかがした？明らかに戦闘態勢に入っている。ようか。おう。こんなところですかね。では金をじゃかじゃか使っていきましょう。趙雲とことを構えるつもりはないで、これでいいでしょう。あとは計略。董卓だよね、相手は。董卓の中で統率の高い武将、まあ呂布だな。呂布さえいなくなれば、あるいは勝機が出てくる。あれ、これ見ると呂布がいなくなってんな。死んだか呂布は。まあでも火竜も同じだからね。古老館にいる火竜は邪魔くさいから。ちょっとお試し要素が強いですが、火竜に対して一度やってみましょう。向かおう。いや、袁紹との同盟が結べたことでだいぶ余裕が出てきたというか、少なくとも現状維持は可能になりましたね。
聞いてください。次のターンで同盟が終了かな。テイクがいない今でもう曹操軍は難易度が高いものの武将の質量が揃ってるっていうのはね、もう関係ないですからね。聞いてください。おお、任せてもらおう。同盟はちょっと今宗人が入り込んじゃってるんで切れてないですが、これで宗人が敵の領地から撤退すれば決まりだな。遅れるでない。使者がお待ちです。東卓軍の使者、まあどうせ捕虜返還でしょう。いやだから捕虜は返してもいいんだけど、名品として、あれなくなってる、三聖刀がなくなってる。じゃあ神刀、神の刀、これをよこせ。それで返してやろう。王子服は未だに我が元にあり。報告いたします。さてこれで同盟が切れたと思いますので、まずは外交親善。あれまだあと2ヶ月、そうか、あと2ヶ月ってこれ1ターンが1ヶ月じゃないもんね。となるとそうも言っていられないな。心得ました。だいぶ時間がかかりそうなので、しっかりと防御を、そうだね、上中下旬っていう感じで進みそうですね。上中下旬。だったらこの辺りに軍事拠点を作っておく。なんどうせ董卓にしろ誰にせよ敵はやってくるもの、うん、さっきの演習演術じゃない、演唱炎章との戦いでよく分かったけど、どこで誰がどう敵になるかなって分からないというものですからね。ひたすら拠点を作っておきましょう。ではこのまま時間を進めていきます。ご確認ください。報告いたします。腕が鳴る。読んだか。いいだろう。
心得た。報告いたします。おお、うむ、何用か。わかり申した。任務は成功だ。聞いてください。承知しました。ふふふ、たやすいことだ。命令で。一切承知。報告いたします。さあ、同盟が解けましたので、ここはじゃあ予定通り巨匠を攻めましょ う。で、炎章との国境にも一応ね、今後に備えてしっかりと、弓矢倉を作っておき、弓矢倉あんまり意味ないよってコメントいただいたもののですね、ちょっと弓矢倉ぐらいしか今ちょっと思い当たるところがない。一切承知。呼んだか。任せてもらう。呼んだか。うむ、出てきたな敵が。攻め立てろ。決める。借りは返す。炎章との仲も早めに取り持っておいた方がいいな。まだやれよ。曹操の兵が思ったより早く。いや、これさ、趙雲に炎章が捕らえられたとか言っても処刑されてるでしょ、確実に。よくぞ生き残ったな。どうした。たやすいことだ。先に撃破しちゃう敵をね。わかった。いかがした。一切承知。お、わかった。さて、ここからだな。炎章との同盟は未来永劫続かせていく、まあ、そういう気概のもとに、まあ、しっかりと、親密度上げておきましょう。確実に敵のね、息の根を止めるためには炎章との仲というのは
必要なものになってくる。まあそういうわけですね。有効なものを神密まで上げていきます。吉報だ。ちょっと曹操の場所が悪いな。到着軍か、まあ、一度ここはもう返してもいいかな。王子服を返して、外交感情が不和、敵視から不和、まあ悪くないね。いやいや、早速倹約に戻ってるし。さらに敵視に変わった。早いな、変わるのが。報告がある。さて、そしたら周辺を一気に、どうした。一度曹操は入城して戻して、その間に占領を進めておきましょう。心得申した。おお、やってやろう。まあ、巨匠を落とすにはまだ兵の数が足りないからね。ちょっと待ってね。古老館から敵が出てきてんのか。いやー、厄介だな。しょうがないな。これは、迎え撃つしかないな。外に出てきてる以上は。わかった。いやー、やってくれるな。本当に息つく暇なしという感じですね。なかなかうまいことことが運ばない。まあ、お金には幸い余裕があるので。あとは三層はね、苦労して、一大要塞地帯にしてあるんで、まあ、なんとかここで敵をしっかりと削っておく。炎章とはしっかり仲良くさせてもらいましょう。巨匠4000の兵だもんな。いやー、難しいな。敵兵をどこで迎え撃つかだね。あとはやるとしよう。なんだ、やろう。おう、火花でも作って、やろう。ここを敵が通った時に確実に火の罠で混乱に陥れましょう。で、問題はこっちだ。巨匠に4300。いや、1万ぐらいの兵がいればこれを攻め立てるということもできたと思うんですけどね。今ちょっと数が足りなすぎるな。どうした。一度全員戻しましょう。何用か。読んだか。いいだ。まあ東卓軍1万5000攻めてきてるので、これに備えるために一度陳留に戻り、兵を急ぎ整えましょうか。あとは、まあ、外交で張雲とも仲良くしとく。張雲金を積み、分かった。親密になった暁には同盟を結ぼう。
うまくいった。成功だ。死者が到着しました。いや、返さないぞ。絶対に返さない。拒否。ご確認ください。まずは董卓軍を確実に駆逐してから支配領域を広げていきたい。そのためにできることはありとあらゆることすべてやっていきましょう。成功だ。よし、混乱させたら一気に壊滅させるぞ。役に立ちましたぞ。金ならいくらでもある。報告いたします。さあ、ではせこせこと建設を進めていきましょう。心得た。どうした？承知した。で、石垣を作って要塞化をさらに進めます。曹操は戻った？戻ったね。残りの兵の撤兵も急ぎましょう。迫力の陣は足がやっぱり多少遅いかなっていうのは、まあ、しょうがないですかね。達成いたしました。うまくいった。庁舎に誰か人を入れるというのも必要だからな。聞いてください。いや、もう金とかだいぶ余ってるからね。まあ、袁紹との同盟も大事にしなきゃいけないですが、他にも大事にしなきゃいけない同盟はいっぱいありますからね。うまくいった。まずは外交で親善。親密な上にさらに親密。親密を超える親密とは何かと、まあいう話ですが、しっかりやってあげましょう。しました。さあ、ここは綺麗を雇い入れましょう。よろしく頼む。戦闘力も悪くないから。
古老館の先に対となる古老館を建てよう。まあそういう計画ですね。とはいえ一旦返す。どうした？修復とかは宗神に任せましょう。第二の古老館、報告いたします。これをしっかり作りましょう。わ、先に取られるな。そういうわけにはいかないぞ。我々も出撃する。曹操がいないのか。まあ、じゃあ加工トンでしょ。加工園この3人を出そう。加工トンは魚鱗の陣3000、さらに3000、攻撃に出る。間に合ってくれ。出陣だ。何のためにここまで待ちに待ってきたかということですからね。確認してくれ。さあ同盟が切れるので、同盟のまあ復旧というか対応というか、まあ、そこも忘れずにやりましょうね。同盟、よもや我々との同盟を拒否するということはないでしょう。金も積み。任せてくれ。で、五詰めで陳留からさらに兵を出しましょうか。早速綺麗。任せた。大家の陣で行く。かつての居城を攻撃してもらおう。腕が鳴る。報告がある。さあ、董卓が変な動きをしていないかだけは確認しておきましょう。大丈夫だね。石垣が完成して第二の五老館が完成すればまたそこも安心材料につながるからね。さあ同盟だ。よし、親密まで持っていけば同盟はなる確率が高いということが分かりましたね。改めて確認してくれ。董卓よ、おとなしくしよ。董卓がやってきてんのか。足止めもしてしっかり士気も落として、
巨匠を攻め落とすまではなんとか持ちこたえてもらうしかないな。矢倉の後ろまで一旦下がりましょう。いずれにしても、任せろ。いや違うな、火花を完成させる、それが先だ。任せろ。その間に巨匠を落として返す刀で防衛戦に挑みましょう。上々だ。お喜びください。耐えてみせる。よし、合気症で花崗炎と花崗豚の連携ですね。考えがわけわからんこと言ってるが、さてもうちょっとだけね時間長くなってきてますが、やらせていただきます。董卓を混乱させて足止めしたいんですけどね。あー、弓矢倉が1個破壊されたな。まあしょうがない、まだ弓矢倉はある。それよりも先に巨匠を落とす。たやすいことです。うまくいった。よし、攻略したね。三国志14、最初に敵を制圧した、滅ぼしたの。今回が初めて、なんかしどろもどろになっちゃいましたけど、初めてですね。OK だ。捕らえた武将は、全員登用してやるよ。2人だけかというように成功したの。まあ他は全員じゃあ、捕虜にしておいて、気持ちが変わったらね、使えてもらえばいいかな。いや、それにしても来るな、いきなり。いきなり来るね。いやー、これ簡易授与されたものの、一気に敵が来てるな。いや、やめておくんなせえと言いたいな。どうするよ。確認してくれ。一気に来たね。もうでも余裕はないからね、他に。兵数的な余裕は。呼んだか。敵の数は2万か。巨匠は無防備丸裸。困ったな。イベントだけこなせそうだな。ではちょっと一旦今回はここまでにさせていただいてですね、次回この続きをプレイしていきましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。